今日で6日目の出勤になります。それでは仕事行ってきます。はい、6連勤目の土曜日夜です。土曜日でもう違うダブルワーク行ってきたんですけど、仕事ね、初めてむちゃくちゃしんどかったです。はい、二人でね、ちょっとね、もう教えてもらいながらやってたんで、あれなんですけど、あれ一人でな、となると、かなりハードやと思います。パレットに積まれてるジュースのケースを、ラインの方に積んでいくんですけども、重たいやつはめっちゃ重たいんですよ。354本入りとかね、生茶とかいろいろありますよね。いろんなメーカー、充実野菜とかね、そんなね、いろいろあると思うんですけど、ビールとかはまだ軽いです。ペットボトルの500とかね、もう重いです。だからもうこっち右明日も行かなあかんんですけども、明日日曜日もう筋肉痛になっちゃうかなちょっと思ってます。いつまで続くかは分かんないですけどもね。それで来週の金曜日か祭日まで休みなくて11連勤なんですけども、それで驚いてたらやっていけないんですよ。その後はもっと11連勤以上が待ってます。はい、それだけ家賃も払えてない、家賃も払えてませんし、スマホ代も7月も払えてません。滞納しまくってるじゃないですか。それをなんとか追いつかないとダメです。財布の中、ボロボロの財布の中には、定期は買ったんです。あと2万8000円あります。でも給料日まであと20日ぐらいあるじゃないですか。で、1000円ずつ使ってもカツカツですよね、ほんまに。だからちょっと苦しい生活になりますね。はい、それではご飯を食べていきます。はい、今日のご飯は餃子とサラダとウインナーと冷ややっこです。はい、それではいただきます。はい、食べて、まずビールを飲みましょうか。本当今日めっちゃしんどかったんでね、美味しいですビールが。ちょっと眩しいですね、上をつけると後ろが。ちょっと失敗したかな。ちょっと待ってください。やっぱ消してる方の方が顔がね、はっきり映るんですよ、なんかね。カレーを食べたかったんですけど、なんかね、餃子が家に残ってる思って、それでウインナーと一緒に食べよう思って、
まだね、今日なんか倉庫内29度とかそんなんやったんですけども、空調服着なあかんまで汗ボタンになったいうことではないんですけど、まあまあ書きましたけども、まあ一応クーラーかかってるんで、それでもかかってるでも大したあれじゃないですよ。でも普通の倉庫に比べたら、まあ何もないとこに比べたらマシ言うてる。うん、なんかね、ここに首に巻くやるようなやつもね、別にしたかったらしてもいいんですけど、僕持ってないんで、またねお金があったらね買いたいですけどもね、ないんでね、まあ、そういう状態なんで働くしかないっすよ。もうしんどいっすよ。そら3年ぐらい前に破産した時も楽天行ってね復活したんでね、まあ最低でも半年続くかな。まあ、これが週1やったら続くと思うんですけども、週2なんでね、ほんまは2回休みちょうだいって言いたいですけども、1回だけちょうだいって毎月言うてるんで、毎月1回だけね。それでまあ今平日行ってるところを12月になったら有給発生するんで、まあそこまでなんとか引っ張って頑張れればなんとか、まあ昼間のとこ、あ、平日のとこは本稼働始まるまでは祭日休みなんでね、まあ19月もひょっとしたら祭日は休みかもわかんないし、なのでまあそれと並行してね使っていこうかなと思ってます。はい、金がね、やっぱりなかったらね、ほんまに投資の投資めっちゃ下がってきてるんですけど、あるコットコイン、ほんま2万でも3万でもあったら買いたいですよ。なけなしの1万円突っ込もうかなと考えたんですけども、カードローンで借りてから2000とね、それとこの土日だけの今日行ったやつ、ほんまに8月最後まで行ききれんのかと、7回あるんで、ね、まあそれ行ってからでも遅くない、まあ上がってしまうかもわかんないですけども、投資は生き物なんで、まあ焦って買ってもね、一番の買い場はもう来年の冬場って思ってるんで、僕はまあそこが一番安いかどうかははてなですけども、はい。それではちょっともうゆっくり食べます。もうね、もうもうしんどいですけども、いつ倒れるかわかんないですけども、もうやばくなったらどっちもあかんようなんのはダメってそこの現場の人に言われてるんで、まあ、最悪もね土曜日削って休んでちょっと無理です言って、日曜日は絶対出て言われてるんで、まあ、そうしようかなと思ってます。はい、それではまた来週会いましょう。